さんこんにちは、ゆきーチャンネルです。本日は大平にありますこちらのお店、ニコニコぶどう園さんの目の前にある麺屋鶴と亀さんにやってまいりました。お店の前にはこの自動販売機、お持ち帰りしてお家でも楽しめますよ。麺屋鶴と亀さんではインスタグラムや LINE をやってますので登録してみてくださいね。こちらは定休日のお知らせ。さあ本日も事前に撮影許可をいただきまして撮影させていただいております。店内はお座敷もありますのでお子様連れでも安心なお店。今回私はこちらのボックス席を使用させていただきます。トッピングのセルフサービスのコーナーもあります。麺は中澤製麺さんの麺を使用してました。私の貼ってくれてる、ありがとうございます。ご用の方はこの鈴でチリンと鳴らしてください。それではメニューを見ていきましょう。今回2回目の撮影となっております。前回の動画でもメニューの紹介をしておりますので、そちらもぜひご覧くださいね。実は今回は新作メニューができたとのことで、試食しにやってまいりました。その本日の主役、期間限定担々麺です。ご厚意でドリンクのサービスありがとうございます。さあ本日の主役、お待ちかねの担々麺がやってまいりました。上には糸唐辛子が乗っており、見た目も美しい担々麺。こちらのスープは基本は煮干しのスープを使用しているということでびっくり。煮干しの担々麺ってイメージが湧かないけれど、麺は中澤製麺さんの特注ちぢれでした。それでは担々麺いただきます。まずはスープから。そんなに辛さはなくてとても食べやすい担々麺。そして長いチンゲン菜。まずは中の麺を、熱々です。ふうふうしていただきます。ちぢれでもちもちしてて美味しい。お次はチンゲン菜、シャキシャキでこれも美味しい。中にはひき肉がゴロゴロと入ってます。この縮れ麺とスープがよく合います。美味しい。中はこんなにひき肉がたっぷりなんです。
だからひき肉がこの麺にもよく絡みます。熱々でとってもこの担々麺美味しい、やみつきになりそうな味です。これは女性受け間違いなし。もちろん男性も絶対に好きな味。担々麺特有のホワジャオのような辛さも少しあって、その辛さの中にこのうまさがぎっしり、結構本格的な担々麺な感じです。私は好きな味。麺の量は 150g なので、女性でもペロリといけちゃう。もちろん足りない方は替え玉もできますよ。最初からの大盛りは不可となっておりますのでご注意ください。それにしてもひき肉がよく絡んだこの麺美味しい。最初こちらのスープは煮干しって言われてたからちょっと不安でしたが、全く煮干し臭さがなくてとってもマイルドで食べやすい。煮干しが苦手な方でも全然大丈夫だと思います。後から来たお客様も男性でしたが、やはり担々麺注文しておりました。結構人気みたいですよ。結構しっかり濃いめのスープだから替え玉しても全然いけそう。だけどここで白飯をいただきました。絶対ご飯と合うよね。ちょっとこのご飯の上に麺を乗せていただいちゃいましょう。美味しい。そしてこの穴あきのレンゲがあるから、これで上のひき肉だけをすくっても食べれちゃう。本当にこのひき肉すごい量が入ってます。まだまだ出てくるからみんなびっくりするかも。ほら、ご飯と食べれば間違いなく美味しい。うまい。おお、これは白飯との相性はバッチリ。さあ残りの麺もわずか。お先に麺からいただいてしまいましょう。このもちもちの縮れ麺はとってもこの担々麺に合いました。名残惜しいけど、はい、麺は全部完食。さあまだまだたっぷり残っているこのひき肉、丼の底にたっぷり入ってました。今度はスープも少し一緒に。やっぱり美味しい。これは白飯が進むやつ。もう食べたら止まらないって感じです。周りの皆さんもご飯頼んでましたよ。このひき肉最後まで食べたいですもんね。
皆さんも注文したら絶対に白飯はマストです。さあ残りのひき肉もすべて、あんなに食べたのにこんなにまだ残ってた、すごい。こんなにひき肉たっぷりの担々麺って今まで見たことがない。贅沢にひき肉と一緒に、おいしい。辛いものが苦手な方でも結構食べやすい感じの担々麺なので、これは万人受けするタイプですね。ただしっかりと旨味もあるので本当におすすめ。このスープも美味しいんですよね。もうひき肉ご飯にご満悦です。丼の中を少しアップで、これが担々麺の中に入っていたひき肉の量と思えなくないですか。これの倍以上が入ってましたよ。具沢山の担々麺って嬉しい。さあ残りもわずか。最後はきれいにかき集めて、はい完食。こちらもすべて完食です。ごちそうさまでした。美味しかった。みなさんこんにちは、ななみです。いつもゆっきーチャンネルを見てくださってありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン押してくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。 SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。